いい水見つけた、この夏は伊東の海を楽しもうということで、続いて訪れたのは伊東マリンタウンにやってきました。そして私の隣にいるのがこの道の駅で大人気マリニャンです。かわいい、マリニャン、こんにちは。こんにちは。大きくて、道の駅伊東マリンタウンって書いてるね、マリニャン。今日は来てくれてありがとう。じゃあちょっとここで、この道の駅伊東マリンタウンで、私はちょっと夏のリゾート気分を味わっちゃおうかな、マリニャン。イエーイ。ということで、最初に向かったのはこちらの遊覧船。はい、今回乗せていただくこのユーミンフックは海賊をモチーフにされてるそうです。ここに海賊マリニャンがいますね。かわいい。よろしくお願いします。伊東マリンタウンの遊覧船では、海上の景観はもちろん、海中を泳ぐ魚の観察やカモメの餌付け体験など、楽しみが盛りだくさん。さあ、港を出て沖に向かいます。今船が動き出したんですけど、お魚さんたちも一斉にこう泳ぎ出して、なんか私も魚になった気分です。一緒に泳いでるみたい。かわいい、ちっちゃいのがいっぱいいる。さっきまで下でこの魚目線で水中を見てたんですけど、今この上に来て、やっぱりこう景色が絶景なので、ここで見る景色もまたいいですね。さあ、今2階のデッキに上がってきまして、この餌をですね、カモメたちにあげたいんですが、ちょっとトンビも結構いて、トンビなんか結構凶暴っていう話を聞いたので、ちょっと怖いんですが、行きますね。はい、ナイスキャッチ。おー、すごい。おー、手でキャッチした。すごい。カモメちゃん、カモメちゃん。カモメちゃん、すごい揺れるので、この体幹が。はい、ナイスキャッチ。伊東の海を満喫のクルージング、おすすめです。さあ、遊覧船でのクルージングを終えて向かったのは、こちらはカフェやレストラン、お土産や特産物を販売するお店が並ぶオーシャンバザール。さあ、伊東マリンタウンの中にある伊豆中さんへ、お土産を選びにやってきました。こんにちは。こんにちは。あの、海産物のお土産がたくさんありますが、ちょっと迷ってしまいまして、はい、なんかおすすめをお聞きしてもいいですか？はい、干物はね、うんとおすすめなんですけど、ちょっとね、うち力入れてるものがあって、はい、これどうぞ、こちら、この金目のガーリックパスタソースと、はい、美味しそう、シラスバジルパスタソース、これおすすめです。パスタのソースなんですか？はい、そうです。これはもう混ぜるだけ、混ぜるだけ、簡単にできちゃうんですね。はい、簡単にできます。金目の身もね、大きいの入れてあるので、ゴロッとして美味しいですよ。すごい美味しそう。はい、もう一個が干物なんですけど、これ頭から尻尾まで全部食べれます。え、骨まで全部、骨までいけます。この中骨も全部いけます。このまま開けたら、開けたら全部いけます。すごい美味しそうですね。はい、私、あの、ここの店長さんは干物博士だと聞いてやってきたんですが、はい、もしかして干物博士の店長さんですか？あ、そうです、自称です。味はどういったお味なんですか？干物なんです、うん、普通に干物なんですけど、うんうん、特別なちょっと加工を加えることで、はい、捨てるとこがないんですよね。もうこの袋だけ捨てるものは、もう全部丸々食べれます。素敵ですね、はい、どんなお味なのか、ちょっと私も食べてみたいです。じゃあ用意しましょう。いいですか？はい、いいです。ありがとうございます。はい、じゃあちょっと待っててくださいね。はい、アジの干物、本当に頭からいただくことができるんでしょうか？では早速いただきたいと思います。はい、どうぞ。じゃあ店長さん、おすすめの頭から、頭からいってください。じゃあ、せっかくなのでこのまま行きたいんですけど、よ
よいしょ。あ、うんと柔らかいので。柔らかくて崩れちゃいます。崩れちゃいますね。頭いただきますね。はい。いただきます。すごくこう箸で取った時に柔らかいんだなって思ったんですけど。そうです。柔らかい。意外としっかり噛み応えもあって、これ味付けとかって干物なんで塩です。でもなんかすごい。アジの香ばしいですね塩だけでこんなに旨味が出るんですね、はい、うまいっすよね最高です。アジって結構お刺身とかでも食べたことあるんですけど、はい、干物が一番美味しいかもしれないですね、はい、ご飯が欲しくなります、はい、これ尻尾もちょっといただいてもいいですか。どうぞどうぞ食べてください。普段食べれないところは食べれるんで。そうなんですよ魚ってやっぱりこう頭と尻尾ってどうしても残っちゃうじゃないですか、はい、尻尾もちょっと柔らかい、うん、これちっちゃいお子さんとかでも食べれそうなくらい柔らかいです。全く骨感気にならないですし、伊豆ならではの美味しい海の幸、お土産にも最適です。さらに美味しそうなものはないかと建物内を巡っていると、ちょっと気になるネーミングの店を発見。早速店員さんにお話を伺ってみることに。はい、海を見ながら食べると幸せになるアイスクリームってどういうアイスクリームなんですか。海を見ながら食べていただくと、その潮風の気持ちよさで日常的な嫌なこととかを全部すっきりさせて、で幸せな気分になれるみたいな感じの、はい、アイスです。なるほど、はい、アイスクリームですっきりしようっていう。そうですね、いいですね、はい、じゃ あの伊豆天城産すりおろしわさびバニラ、わさび、はい、アイスバニラ、アイスバニラ一つで、はい、ありがとうございます。ここで登場したのが伊豆天城の名産本わさび。これを一回一回手作業で丁寧にすりおろし、スプーンにつけてバニラアイスに添えれば出来上がりです。はい、ということで今すりおろしわさびバニラアイスが届いたんですが、これはすりおろしわさびがスプーンについていて、バニラアイスクリームとつけて食べるってことですか、でいいんですかね。ちょっと私結構わさびが苦手で、いつもサビ抜きを頼むくらいなので、ちょびっとでいきたいと思います。こんくらいでいただきます。美味しそう。香りはわさびの香りです。いただきます。すごいですこれ。ちょっとすごい、あの一瞬口に入れた瞬間こうふわっとわさびの匂いがして、あ、やばいかもって思ったけど、この口の中でバニラが溶けて、このバニラの甘みでわさびが消えるんですよ一瞬。でもこのバニラアイスを飲み込むとまたわさびが復活して、このわさびバニラわさびってこうサンドされてますね完全に。もう新しい、なんかこれ癖になります。ちょっともう一口食べちゃおう。これ面白い、辛い。これ面白いです。すごい。でもすりおろしわさびがすごい全然辛くないんですよ。ちょっとツンってくるんですけど、すっごいいい香り で口どけも多分すりおろされてるからかまろやかです。これバニラアイスとわさびって合いますね。ここでお店のおすすめを2品ほどご紹介。こちら香りの静岡茶、静岡抹茶&オレオはサクサクした食感が大人気です。こちらの海アイスは口の中でパチパチ弾けるキャンディーや、可愛らしい星型のナタデココが入った海を見ながら食べるのがぴったりのアイスです。美味しいアイスをいただいて幸せ気分満喫することができました。続いて向かったのは施設内にあるこちらの温泉施設。さあこちらですね、入ってみたいと思います。
地下 1000m から湧き出す源泉を使用した日帰り温泉施設朝日の湯シーサイドスパでは、大浴場の他にプライベートな空間で温泉が楽しめる1日3組限定ジャグジー付きの貸し切り風呂があるんです。貸し切り露天風呂のジャグジーです。このジャグジーがすごい高級感が出て、なんだかリッチな気分になりますね。暖かい。やっぱり夏とはいえ夕方になってくるとちょっと肌寒くなってくるので、この貸し切りジャグジーで身も心も温まりますね。後ろには大きな窓がついてるので外の伊豆の海も見えたりなんかして絶景ですね。気持ちいい。あったかい。幸せなひとときです。プライベートな空間でお湯を満喫できる貸し切り風呂、おすすめです。温泉で使ってさっぱりした後は休憩スペースでリラックス。海の眺望を楽しみながらゆったりとした時を過ごすことができます。さて今回のイーズ見つけたは伊東の夏を楽しもうをテーマにお届けしました。大好きなイルカと一緒に泳げたり、取れたて新鮮の釜揚げシラスは本当に感動しました。ここ伊東マリンタウンではグルメやお土産も豊富ですし、伊東は本当に魅力的でいろいろな楽しみ方ができます。夏は各地で花火大会も行われますので、皆さんぜひ伊東に遊びに来てください。ではまた次回お会いしましょう。